こんにちは、ザッチです。ちょっとオープニングがまだ完成してないので、ちゃんとしたねオープニングできるまではアシスタントが適当に作ったオープニングを流させていただこうと思います。ということで、どうぞオープニング。やっぱ怖い動画っていうのは、音と映像が組み合わさってることによって圧倒的な怖さが引き出されるわけですよね。なので今回は怖い動画の音声だけ1時間聞き続けた後に映像と一緒に見たら怖いのか怖くないのか検証していきたいと思います。今から僕も見たことない、まあ、短編なホラー動画の音だけをずっと1時間聞き続けます。で、さすがにね、1時間音声だけ聞き続けた後に映像を合わせて見ても怖くないんじゃないかなと。なんかこれ同じこと2回説明してるだけやん。ってことで、まあ早速やっていきましょう。レッツゴー、サンディエゴ。今回はホラーチャンネルさんの赤い女という作品聞かせていただきます。最終的には見るんですけども、じゃあ今11時17分なので12時17分まで聞き続けます。今回はこちらのね AirPods Pro を使いながら俺は聞いていくことによりノイズキャンセルをして圧倒的ホラー音を聞き続けます。全然嬉しくねえな。ちょっと一回聞いてみましょうか。じゃあスタート。夜は、おう、夜は怪異が起こりやすい時間帯である。怪異が起こりやすい時間帯。夜の街に出没する都市伝説は、はいはいはい、多数存在するが、はいはい、赤い女に出会ってしまった。赤い女、要注意だ。はい、わかりました。うわ、びっくりした急にドーンっつって。あ、これは車待ってるな。ある女と出会った。車の中っぽいですね。お、女出てきたかも。こんな遊びどうしたの。あ、ナンパ的な感じね。その女には不思議な魅力があり、おうおうおう、導かれるように彼女の家に向かった。あら、ちょろ、すげえ、ちょろちょろボーイやん。ところが、え、短い動画なんですよね。短編動画なので結構急展開だと思うんですよ。何これ。何、私は病気で強い光に弱いんです。ああ、なるほど。この光は私の肌を傷つけない。へえ、何、わからん、わからんわ。え、あ、やば、どういうこと。モスキート音みたいなのがずっと響いてる。え、どういう状況。急に静かに並んで、わからんやん。はいはい、うん、はい、おい、え、あー、どういうことですか。なんだ、え、何が起こってんの。生かされてんのか。行くんか。手こきか。あ、なんかドア開けた音したんで逃げたんかな。なんやこれ。わけわからんすけど。逃げるなよ。逃げるなよ。まだ全部吐いてないんだから。ああ、怖っ。逃げるなよ、まだ全部吐いてないんだから。あと1時間この逃げるなよ、まだ全部吐いてないんだからを聞き続けないといけないってわけですよね。クソダルファックや。まあまあ1時間聞き続けましょうか。やっていきましょう。レッツゴー。上原愛。うん、もううざい。いちいちビビらんばいけんのうざい。うわ、ん、もう逃げるなよ、まだ全部吐いてないんだからがうざすぎる。まだ全部吐いてないんだから。12時17分1時間。うざかった、めっちゃうざかった。さすがにここで映像を加えてもそんな怖くないやろってことで見ていきましょう。レッツゴー。カバオくん、誰がカバオや。いくぜー、スタート。夜は、はい、怪異が起こりやすい。うわー、めっちゃ聞いたことある、こういう映像だったんだ。へえー、赤い女に出会ってしまったら要注意だ。要注意だ。もうわかりますよ。もうバン、あ、ここで赤い女って出てたのね。あ、タバコ吸ってたんだこいつ、バカみてえなアホみたいな面しやがって、くたばれ。あー、なるほどね。ちょっとなんか感動するな逆に。え、グラサンが来てたんだこいつ。答え合わせしてるみたいでなんかすっきりしていくね。おー、あー、そういうことか。病気で強い光に弱いんです。この光は
私を守ってくれたパパ。全然覚えてなかった。おそんな、いきなりお色気シーンがあったなんて。映像ってすごいね。一気に興奮するやん。マジか。お色気シーンだったのか。え？じゃあ案外、手こき説、間違ってなかったんじゃない？これ手こきだろ、絶対。絶対今手こきされてるって。あれ違う。あれ手こきされてなかった。何やな。あ、川だ。わあ、そういうことか。うわあ、痛い。そんな痛いことなってた？痛ー。ああ、逃げるんだ。これで逃げるわけですよ。電気が消えたシーンだったんだ。そろそろ来る。で、最後に、わお、降りてくるシーンかよ、これ。うわ、怖い。逃げるなよ。まだ全部吐いてないのに。あ、間違えちゃった。ということで、ビビりますわ。どこで来るかはもうある程度把握はしてたんすけど、まあやっぱり映像ついちゃうと、無理やな。でもなんかやっぱ音声だけ聞いた後に映像を照らし合わせてみると、あ、そうだったんだ、こういうシーンだったんだね、みたいなのが分かって楽しかったですね。この動画が頭おかしいと思った方は、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。本当にすみませんでした。中沢から吐き出された水は下水場へ行き、なんかいろいろ処理されて、その水が中沢になります。俺は今まで何をやってたんだ。俺は水だ。